くお願いします。お願いします。はい、お願いします。びっくりしました。ちょうどそうそうそう、ランダムですよね、本当は。あ、見つけられた、ありがとうございます。始まります。15時を回りました。桜庭あゆみの歌倉の時間です。 FM 宜野湾のスタジオよりこの後15時30分まで生放送でお届けいたします。そしてね、早速コメントもいただいております。見つけられたとね、言うお声もいただいております。ありがとうございます。そして武蔵さんも、あゆみちゃんリスナーの皆さんこんにちは、生放送お疲れ様ですね、お久しぶりですね、ありがとうございます。そして緑のノースリーブも ナチュラルの感じでね、やってますと言っていただきました、ありがとうございます。はい、お届けしてね、オープニングでお届けしているのはミルク様が出てくる赤田寸伝寺です。ありがとうございます。はい、そしてですね、実は先日台湾へ6年ぶりにですね行ってきました。先日というかですね、昨晩戻ってきたんですけれども、今日はですね、その台湾と沖縄の交流イベントで演奏させていただいたんですけれども、その話、そしてですね、交流の一つで台湾原住民族のですね村を訪問させていただく機会もありました。そんなこともですねお話ししながら生演奏もお届けいてしたいと思います。はい、コメントもですねよろしければお待ちしております。はい、ちょっとね、帰ってきたばかりで私の日本語大丈夫かなってね思ってはいるんですけれども、よろしくお願いいたします。皆さんね、台湾に行かれたことあるのかな、ありますか、マナさん。私はないですね。ないですか。はい、でもなんかすごい友達が行ったことがある話を聞いたんですけど、はい、うんうん、すごいなんかみんな皆さんなんか優しくて、うんうん、すごい食べ物も美味しかったっていう話を聞きました。はい、じゃあね、ぜひ今日の話も聞いていきたいななんてね思っていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、あ、行ったことあるのかな、ありがとうございます。はいね。はい、実はね、私6年ほど前から沖縄に住んで、沖縄民謡を通してこう暮らしながらね、暮らしの中で音楽を含めていきたいなということで行ってき、暮らしながら今やってるんですけれども、その住む前、実は台湾に3ヶ月ほど、一人暮らしさせていただいておりました。はい、でね、それですごく思い入れがある場所になっています。はい、あ、台湾沖縄より暑かったっていうね質問いただいてるんですけれども、あ、日差しはですねだいぶあるんですけれども、結構風が涼しくって、湿度が沖縄よりも低いかな、うん、なのですっきりと過ごせました。あ、そうです、愛さん三振を引く、あ、美人さんありがとうございます。はい、そうですね、台湾行ってまいりましたけれども、その台湾でですね、実は6年以上前かな、6、7年前に行った時に、実は台湾でも三振で活躍されてるアーティストさんがいらっしゃって、宋健佑さんという方とお会いして、その方とのご縁で実は沖縄に住むことにもつながったっていう深いなんかこうご縁のある土地になってます。はい、で今回もその宋健佑さんという方がご紹介いただいて、台湾と
沖縄との交流イベントに出演させていただきました。はい、あ、散歩しながら聞いてます、ありがとうございます。台湾ね、そうなんですよ、台湾ね、今回台湾のバンドもそうなんですけれども、本当に原住民族の方たちの演奏もあって、私は結構深く感じるところがありましたね。ちなみに私は宮古島のですね、豊作を祈る歌だとか、あとはこの赤田千年寺ですね、ちょうど首里出身の方、首里にゆかりのある方がですね、タイトンっていうイベントがあったところに住んでいたので、その赤田寸分地をお届けしたりとか、だこ明るくですね、沖縄のことも台湾のことも照らしてくれるといいなと思い込めて、月の会社などなどお届けしてきました。はい、台湾民族のね、料理ってどんなでしたかと、いただいてますけれども、そうですね、実は原住民族ってたくさん、ちょっと確実じゃないんですけども16ぐらいの部族があるのかな、あって結構違いがそれぞれあるんですけれども、多分ちょっと面白いかなと思うのは、例えばカタツムリを養殖して食べる地域があったりとかして、私も実際にいただいてるんですけれども、すごくサザエのような、でももっとこう癖がなかったりとかして、とっても美味しくいただいたりとか、はい、あと食性が沖縄と似てるので、なんだろう、月桃の葉っぱでくるんだちまきのような食べ物も、はい、身近ですね。身近ですよね。ただその部族によって、そのなんだろう、おこわみたいなもち米だったりとか、泡でできてたりとか、あとは白玉みたいなね、こうお餅でできたりとか、微妙な違いがあったりとかして、とっても面白いですね。はい、あ、そして中国や香港は20回以上行ってるけれど、台湾行ったことないなと。あ、台湾ドラマにね、ハマっている方もいらっしゃるんですね。あ、そうですね、温泉もね、いいらしいんですけれども、実はね、今回行けてないんですけど、まだ行ったことが実はないんです。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、よくですね、ラジオでも歌わせていただくんですけれども、そして今回のイベント、東照音楽祭というね、イベントでも歌わせていただいたんですけれども、一曲ここで生放送、生演奏もお届けしたいなと思います。豊作を祈る歌、今日はですね、豊作を祈るっていうことなんですけれども、交流の種をですね、こう蒔いた種がまた実って豊かにですね、これからも今後も台湾と沖縄との交流が続いたら嬉しいなと思って歌わせていただきます。東照音楽祭、実はですね、来年が10周年らしくてですね、すごいですよね。すごい、そう、10周年。そして今までは2年間はコロナでオンライン上でやっていたものが、久しぶりにようやく開催されて、そして来年はですね、沖縄での開催が予定されているそうです。素晴らしいですね。すごいですよね。台湾だったり沖縄だったりとか、開催地がそれぞれだそうなんですけれども、またそのね、時期にはこの話もできたら嬉しいなというふうに思ってます。さあ、そしてこの歌がですね、台湾族かなのお姉さんがですね、若い女の子がね、気に入ってくれて、教えてなんて言われた歌になります。10周年めでたいですよね。はい、ぜひですね、皆さんこの曲、私たくさんたびたび歌うかと思います。好きな歌なので、ぜひ途中のさーさーっていうね、お囃子も覚えて、一緒にラジオの向こう側からお楽しみいただけましたら幸いです。ことすか。はい。
はい、ありがとうございます。はい、さあ石ころさん、今日はお一人様なのねとね、ありがとうございます。ゲストもお迎えしながらお届けしていますこの番組ですけれども、一人でお届けすることもあります。こういう時にですね、ぜひコメントなどもいただけたら、ゆっくりとですね、こうコミュニケーションも取っていきたいなと思ってます。武蔵さん、拍手ありがとうございます。はい、台湾ではですね、又吉唯さんっていうね、方も一緒に台湾に行っていたので、ここのサーサーの部分は一緒に行っていただいてました。一人で言うとね、息継ぎができない、あ、全部のサーサーは言い切れないなんて思いながら歌ってました。今度マナさんに覚えてもらおうかな、はい、ありがとうございます。ぜひね、交流ってやっぱり一度だけではなくって、今後も続いていったら嬉しいなと思います。ありがとうございます。あ、そうだ、一応ですね、東照音楽祭動画とかもですね、配信されているので、もし興味がある方がいたら、原住民族の音楽とかも聴けるので、よかったら見てみてください。はい、ありがとうございます、アリサさん。はい、はい、そしてですね、せっかくなので原住民族のね、村をこう訪問する機会って、なかなかないかな。私が3ヶ月住んでた時もですね、なかなかそういう機会ってなかったので、そんな村の話もしていきたいなというふうに思っております。行かれたことある方いるかなどうだろう。台湾行ったことある方ね、先ほどいらっしゃいましたけれども、台湾の原住民族の方にお会いしたことあるよという方、もしいらっしゃったらコメントくださいねはい、じゃあですね、私は実際に台湾原住民族の方たくさんいらっしゃるんですけれども、台湾の中でもですね、台湾の真ん中の東の方かな、台東という地域に行ってきました。そこで私が行ったのはプユマ族と、あとアミ族っていうですね、民族の村に行ってきました。知ってます？初めてお聞きするね。え、なかなか聞かないかもしれないですよね。はい、で今でもですね、結構伝統を守りながら、しっかりと伝統を守りながらちゃんと村が継続されているところなんですけれども、はい、初めにプユマ族に訪れさせていただいて、その時にですね、島の青年会ですよね、青年会の会長さんがですね、村を案内してくれたんですけれども、結構やっぱり教えみたいなのが残っていて、ただそれがですね、やっぱりただ言葉で残っているというよりも民話として残っていて、素敵ですね、すごいですよね。で、村にはですね、その絵がたくさん描いてあって、例えばこう猿が描いてある絵が描いてあって、ちゃんと猿にも意味があったりとか、あとはおばあちゃんたちかな、こう武術っていうとこう祈りを捧げる人たちの絵で、その後ろにですね、子供たちがブランコで遊んでるんですね。そういった話とかが残っていて、紹介全部はしきれないんですけれども、例えば今のおばあちゃんの話だとすると、祈りを捧げてる時に、例えば豊作を祈ったりとかね、する時にくしゃみをしたり、おならをしてはいけないそうです。お、自然現象が、はい、そう、ね、途中で子供がね、ハクションってすると、どうやらその中断されてしまうというか、振り出しに戻ってしまう、ということで、子供たちがそのおばあちゃんとか、そういう人たちに近づかないように、遊べるようにですね、後ろの方にですね、植物でできた、ブランコのがあって、そこで遊んでるって言った。あ、そういう意味が、詰め込まれてる絵がある。あるんです。面白いですね、はい、そういう。面白いですよね。あと鹿と恋に落ちた話のストーリーだとか、そうですね。はい、ちょっと放送できないようなこともあるので、もし興味があったら、はい、聞いてください。私に直接でも調べてみてください、はい、でもそれがすごく印象的なのが、本当にこう自分の物語というよりも、本当に先祖代々伝わってきた物語だよっていうふうにこう話してくださるんですね。なるほど、はい、日本でいうと、昔話って的な感じ、受け継がれ方なんですかね。桃太郎とか、そういう、そうですね、それがさらに本当にその村の話というか、もう本当に歴史的な感じで受け継がれてきたっていう、悪さはしちゃいけないよっていうことも、本当にその物語の中で言われていたりとかするみたいです、はい、でその時にね、先ほど原住民族の食べ物何ですかって言ってたんですけれども、アバイっていうちまきみたいなね、もの実際に作らせていただいたりもしました、
を実際食べたりとか、はい、自分で、そうですそうです、すごい、うんうんうん、ね、美味しいので、なんか機会があったらアバイってね、覚えて食べてみてください。はい。はい、あとはですね、あのアミ族っていうね、アミ族の方が住む村にも訪問させていただいたんですけれど、結構アミ族もそのなんていうのかな、まあ、あの漁とかもあったりとか、それこそ、まあ、うん、と作物を育ててたりもするんですけれど、まあ、そういった時のやっぱり儀式、祭事事があって、やっぱりその地域にもですね、その宇術っていう、こう祈りを捧げる方たちがいて、でそこでは結構おばあちゃん世代かな、はい、60代70代80代90代の方もいらっしゃったんですけれども、うん、結構年上の年配の方々と交流する機会がありました。はい。でですね、あの一緒に歌ったり踊ったりとか、あの阿弥族の村ではさせていただいたんですけれども、一つなんか私は印象的だなと思ったエピソードがあって紹介させていただきます。はい、実はその失礼しました、はい、あの宇術をですね、あの現役でされている96歳の方に、はい、お会いすることができました。すごい長生きの、ね、おばあちゃんですか。おばあちゃんですね。でもなんかおばあちゃんって言っていいものかわからないぐらいに綺麗な方たちで、そうなんです、なんかアミ族のですね、女性の方すごい肌ツヤがよくって、なんでだろうって、なんですかね、そう、うん、本当になんか若々しかったです。でも97歳に見えない、見えないですね。はい。でその方がですね、あの歌いくつか歌ってくれた中の一つの歌がありました。はい。でその良さが私から伝えられるかわからないんですけれども、あのお伝えできたら嬉しいなというふうに思ってます。はい。そのおばあちゃんはですね、歌ってくれた歌の中で何かイベントがあったんでしょうね、若者にお酒をついてあげたそうです。でお酒をつがれた青年はその優しさに心を打たれて、で家から外に出て、やっぱりまた会いたいなということで ですね、こう村々を歩いていたそうなんですね。でそこで先ほどの女性がまた男性を見つけて、お酒をついで、そして結ばれましたよっていう歌を歌ってくれました。そして実はなぜこの歌を歌ったのかというと、この歌自身の主人公が実はその96歳のおばあちゃんだったんです。素敵、すごい。じゃあ実話をもとに、うん、はい、曲を作られた、はい、おばあちゃんが作ったのか他の方が作ったのかわからないんですけれども、ただ主人公自身、このお酒を注いだよ、結ばれたよっていう主人公がそのまさにその方だったんです、ね、すごい。そう、なんかそのことを聞いた時に、うん、なんかこう、ね、歌ってもちろん実話的なところもあれば、はい、そうでないこともあるけれども、なかなか実話の歌の主人公にお会いすることってなかなかないので。そうですね、はい。しかも多分おばあちゃん96歳だから80年前とかだと思うんですよね、うん、そうですね、若い頃の話が歌になって、うん、はい、が今続いているということがすごくグッときて、なんかこれがね、受け継がれていけば、もしかしたらそのおばあちゃんのストーリーをずっとずっとずっと残っていくかもしれないなって思った出来事でした。いいですね、なんかねえ、自分のこの素敵な、うん、あの思い出とかが受け継がれて いけるっていうのが羨ましいです ね、すごいことですよね。なんか沖縄にもね、こういうなんか恋の歌とかいろいろあるんですけれども、なんかそのおばあちゃんの話を聞いた時に、あ、もしかしたらやっぱりこうやって主人公が実際にいてできた歌なのかななんていうふうにね、思いを馳せていました。素敵ね、お会いしたいな、また。はい。じゃあね、私その方の歌をですね、歌うことはまだまだとてもではないんですけれども、できないんですけれども、せっかくなので宮古島に伝わる恋の歌、短くですね、一番だけお届けしたいなというふうに思います。
らずにゃんよやらで。はい、この曲はですね、本当になんか深い愛のことを実は歌ってるんですけれども、なんかあの一晩結ばれたらあの100年の縁が結ばれるんじゃないかなとか、二晩もあの結ばれることができたのであれば本当に幾年の年結ばれるんでしょうかっていうね歌詞が途中で歌われています。はい、ぜひなんかこうなんでしょうね、これも誰かの思いなのかもしれないし素敵だなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、先ほどの網底でちょっと印象的だったことも少しまたお話ししようかなと思うんですけれども、なんかあの網底の方とですね、あの着いた時に乾杯をするんですけれども、なんかお酒をですね指先につけて3回ピッピッピッってするんですね。はい、何の意味があるんですかね。なんかちゃんと祈りを捧げるみたいな意味があるみたいで、天と地と、はい、あと3つ目がですねどうしても私思い出せなくって、あまたあこの3回に意味があるって、うん、意味があって、あ、なるほど。でそれをしてからこう飲み交わすっていう、あ、お酒、はい、のもありました。やっぱりその民族によって、うん、あのその違うとかやったりやらなかったりっていう あるみたいです。違うんですね。はい、そうなんです。でこのなんか今回のイベントが面白いなって思ったのが、やっぱりそれぞれの民族やっぱりもちろん誇りを持ってるんですけれども、今回阿弥族の村にもプユマ族のですね、あのアーティストさんが一緒に訪問したりとかしていて、そう交流をしていて、実はですね、まあ、訪問の後にですね、まあ、ホテルに帰ってからみんなでこう飲みながらゆんたくする時間があったんですけれども、そういった時にですね、実は本音いろんな部分を聞けて、私はそこもすごくなんかこうなんでしょうね、いい時間だったなというふうに思ってます。確かに、はい、あとあとなんか聞けなかった話もそういう場でなんか話せるのっていいですね、はい、交流が深まりそうね、いい思い出だなと思ってます。はい、はい、あとね結構あの踊りとかもですね、こう手をつないだりとか手をクロスしてつないでですね、うん、輪っかになって踊るものもあれば、あとはですね竜のようにこう動きながらね歌い踊るものもあって、なんかちゃんと意味があるみたいですね、やっぱりね。そうなんですね。うん、なんかこうエイサーとかもこの、はい、なんでしょうね、先祖様をお迎えするとかがあると思うんですけれど、なんかお迎えするときは円を描いて踊ることが多いよとか、送り出すときにはこう動き回ることが多いよという話もですね聞きました。あ、じゃあそれぞれ意味があって、うん、受け継がれてそれが今でも残ってるって、はい、もう素晴らしいね。すごいですよね。なんか沖縄とのやっぱり共通点もあったりとかして、はい、なんかこうまあなんでしょうね、沖縄台湾に限らないかもしれないですけれども、はいはい、やっぱりすごく共通するものがあって、実際にそれに触れることによってなんかこう響くものがあるなっていうふうに、はい、感じてました。でもね、10日11日って長い、はい、あっという間でしたか、意外と。そうですね、実はあの今まだ隔離政策があるので、前半の4日間は完全にホテルにいたんです。台湾にいてもホテル生活で、はい、あ、なるほど、はい、せっかくなので、ね、そんなこともないのでちょっとお話しすると、うん、まあ、4日間は本当に完全にお部屋に行って、うん、で3日間は一応まあホテル滞在しながら、はい、お散歩とかは出ていいですよという期間があって、はい、で7日間終わってからですね、実は。あ、そうなんです、はい、あ、じゃあ実際にちょっと回れたっていうのは数日、はい、そうなんですよ。なんかだからこそこうなんでしょうね、こう出れた嬉しさと交流できる嬉しさがありましたね。そうですね、また来年、はい、沖縄でそういうことが行われ、なんかね、はい、行われる時はもっと緩和されてると ね、 ね、いいですよね、いろいろ落ち着いてね、はい、なんかもう少しあの交流しやすいことがね、あの時期が来るといいなというふうに思っています。でも今回ね、いろんな人の助けを得ながらですね、まず行けたことが嬉しいなというふうに思っております。台風もね、被らなくてちょっと心配だったんですけど、 ありがとうございます、ね、本当にそうなんですよね、いろいろギリギリなところで行かせていただいて、いいんですかね、持ってるかもしれない。はい、あとですね、あの、まあ、もし興味があったりとかしたら、実はオンラインでですね、あの、まあ、
先ほど言った阿弥族の方の話を聞けるイベントがあって、なんか無料だよってことも伺っているので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。と、先ほど の、 あの音楽祭はですね、主催がまた違うんですけれども、この私読めないからこうやって書いてるんですけどね、こうハイサイ東照、多分島々の友達っていう意味のですね、こうイベントがあって、10月4日の8時から21時に、あの阿弥族と、それから沖縄からはね、与那国の話ということで、法然祭についてのお話のイベントがあるそうです。はい。で、あの通訳で入るのがね、ひろこさんって言って、実は11日間ほぼ一緒に回った方なんですけれども、とってもその方のあの言葉の訳し方も大好きなので、私もなんかできるだけ時間を見つけて参加したいなっていうふうに思っております。よかったら調べてみてくださいね。はい。 FM ギノワのね、インスタのところにもコメントでリンクを送ろうかなっていうふうに思ってます。なぜなら私中国語漢字でなかなか読めないんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、こうゆっくりゆっくり今日はお話しさせていただきましたけれども、あっという間にお時間がやってまいりました。番組をですね、お聞きくださった皆様、どうもありがとうございます。また生演奏、そしてお話もしながらゆったりと30分お届けしていきたいと思います。皆さんね、どうぞいい一日をお過ごしください。お相手は桜庭あゆみでした。また来週水曜日の15時にお会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。シンクラお疲れ様。